それではですね、説明の方は以上になりますので、それから皆様のご質問を受けさせていただきたいと思います。ご質問がある方は、挙手いただければと思います。どうぞ。奥の後ろから3番目に座っていらっしゃる男性の方、お願いします。ありがとうございました。コンサルタントオフィス西田の西田と申します。3点ございます。まず1点、8分野ということでご紹介いただきましたけれども、例えばですね、手術器具のトレーニングキットといったような2つの分野にまたがる可能性のあるものについてはどういうふうに判断すればいいか、伺います。2点目、コンサルタントについて法人で、あるべしというご説明をいただきました。さまざまなパターンがあろうかと思うので確認なんですけれども、 NPO 法人ですとか一般社団法人ですとか公益財団法人ですとか、JICA さんのようなですね、独立行政法人ですとか、どの辺までがコンサルタント企業として認められるのかを教えてください。3点目ですが、補強人材について、特に環境分野なんかですとあり得るパターンだと思って聞くんですけど、自治体の職員さんに補強に入っていただくことは可能でしょうか。これも先ほどの法人のくくりなんかと合わせて何か参照できるものがあったら教えてください。以上です。ご質問ありがとうございます。1点目については外務省からお答えしますけれども、この8分野について、実はこれを設定したときにですね、当初の議論があったのは要望にまさにご指摘のようにまたがるケースというのがあると思うんです。例えば水の分野で、これは水の分野だけれども、防災の方でも使えるというようなケースがあると思います。でご質問の、なんかその医療かもしれないし、なんか他のものかもしれないというものも当然そういった種類なんですけれども、ここはご判断なんですけれども、その最終的にこれ ODA 案件化ということで念頭にやっていただくわけですので、当然その相手の実施機関となるわけですね。例えば医療の機材であれば相手は保健省でしょうし、例えば環境であれば環境省になるでしょうし、いった実施機関を念頭に置いて、まさにその案件化という調査をやっている上で、どこら辺をそのゴールに見据えるのかというのがあるかと思います。なのでそこは一概にこちらに座るという特別的なことはございませんで、まさにここ個別にですね、目的とされているところに応じてご判断をいただくということかと思います。三点目、三点目でございます。それでは2点目のどういったところまでがコンサルタント企業かというところにつきまして、調達部の前川の方から答えさせていただきます。今例示して挙げられました法人につきましては、すべからくそのコンサルタント企業の可能性を持っているというところで位置づけをしていただいて結構だと思います。法人の格を持っておるというところと、その業務の内容としてそういうコンサルタント業務というところを業務の内容として持っておるというところをもちまして、コンサルタント企業というところで、判断させていただいたらいいかと思います。で、コンサルタントさんにつきましては経理処理マニュアルの中で技術費、をつけるということを認めますというところで書かせていただいているんですが、この技術費を誰につけるのかというときにですね、さすがにコンサルタント企業のにおられる方でも過去全く経験がない、今回初めてですというような方ですとか、そういう方はさすがにというところがございますので、経理処理マニュアルの中ではその所属するコンサルタントが過去3年間に途上国において開発事業、もしくは我が国の中小企業の途上国に対する海外発展支援にかかるコンサルタント業務
を第三者から受託した経験があることですとか、業務従事者個人について同じような経験があること、そういうところを設定させていただいてます。コンサルタント、というところで認められるというところと、あとそのコンサルタントさんについて、技術経費を認めるというところにつきましては、もう一段今話したような経理処理マニュアルに少し書かせていただいたような設定をさせていただいてしております。続きまして、先ほどの、自治体の方、のご参加で、補強として自治体等の公的機関、ご参加いただく可能かというご質問でございます。これは普及事業の Q&A 1-17に記載しておりまして、ご参加いただくことは、可能でございます。普及事業の1-17、地方自治体との公的機関の提案としてご質問をして、中小企業関係の企業共同体の一員ないしは、今日という形で参加いただくという考えでございます。よろしいでしょうか。じゃあどうぞ、先に挙げられた。ご説明ありがとうございます。カーボンフリーコンサルティングの中西と申します。途上国政府などにおける普及活動について、質問がございます。現地への、輸送据え付けも可能とするということで、その輸送費に関してなんですけれども、実は、データ測定というのは Q&A にも書いてあったんですけれども、現地でのその測定、性能の測定とかですね、行うよりも本校に持ってきて測定を行った方が効率的であるという場合というのも考えられるかと思うんですけども、逆に輸送費として途上国から日本への輸送、そしてそれを返還するための輸送費というのは、これ認められるかどうかというのをお伺いしたいと思います。おそらくサンプルの輸送、返送のことをであろうと思いますが、基本的には可能でございます。ただ提案内容として総合的にその内容の妥当性を勘案した上でというふうになりますので、はい、ありがとうございます。他にご質問、どうぞ。説明会の機会をありがとうございます。栃木県 のメーカーのものなんですけども、入り口のでちょっと Q&A まで読み込んでおりませんので、乗っかってたらごめんなさい。中小企業の捉え方なんですが、中小企業基本法によりますとですね、おおむねという言葉がまずきまして、従業員300人以下並びにというふうになったんですね。で、なおかつ各施策ごとにこれを定めるというふうに記憶しておるところなんですが、今日のご説明の中の備考の欄にですね、中小企業の定義というところでございまして、300人以下または3億円以下とな、製造業の場合ですね、となっているところを、すみません、ちょっとこちらは最後の解釈なのかもしれませんが、これを読み込みますと、片方だけクリアしておけば中小企業と取っていただけるというふうに今日の説明の補足では読み取れるところなんですけれども、ここはいかがですかというのが1点。もう1点、すみません、共同事業体を構成する場合、先ほどの説明では、私どもメーカーですので、メーカーとコンサル会社という共同事業体のご説明があったんですが、メーカー A 社、メーカー B 社コンサル、もしくはメーカー A 社販売会社コンサル
という共同事業体というのは考えられるのか否か、これをちょっと教えていただければ幸いです。ご質問ありがとうございます。まず1点目ですけれども、ここの注釈に書かせていただいたのは中小企業基本法 の、 そのまま書いております。ですので私どもの解釈は300人以下または3億円以下制度でございますというふうに解釈をしております。片方でいいですか。はい、片方。はい、そう、片方理解をしております。はい、はい、それから2点目ですけれども、メーカーが例えば A 社 B 社でチームを組んでですね、コンサルとチームを組むということは可能です。ただおっしゃったの販売会社とおっしゃったのはちょっとどうかなという気がします。で今回必ずしもこの調査をすることは販売を目的に必ずしもしておりませんで、まず OTA 事業として成り立つかどうかというところを見るわけです。でその先確かビジネスとして成り立つかというところを見ますけれども、一時的にはメーカーさんということとコンサルさんというすみません、その場合ですね。じゃあすみません、私の今の説明をちょっと訂正させていただきますけれども、はい、メーカーが主たる契約者になって、販売会社が補助として入るということは排除はされません。排除はできない。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。でしょうか。次にご質問が、これの案件のですね、まずコンサルタントは、はい、コンサルタントは、ね中小企業に限らない法人であればいいという。はい、わかりました。それと中小企業の人件費は認められるんですか。それは OK ですか。はい、それとノンプロ務省に申請しているんですが、それとの兼ね合いはどのようなことになりますか。以上です。ありがとうございます。さて、ノンプロ務省というのはどういったノンプロ務省。そう、最近ライブ外務省案件で、いやちょっとはっきり覚えてないんですが、やはり発展途上国へ、資機材をの無償供与。ありがとうございます。ノンプロ務省の例えば競争入札に参加をされて、あるいはその考察というかされたとしても、この事業とは別物でございますので、はい、応募いただくことは可能です。なので改めて申し上げますと、先ほどの JICA からの説明でもあったと思いますが、これはあくまで相手国の要請に基づかない案件が調査するわけでございますので、それで実際にその ODA 事業として何月かどうかしているので、実際にそれが案件化しようとなったときに、そこはまた個別に相手国政府から要請を受けて、その上で力べきプロセスを経て ODA 案件というふうになっていきますので、そこは切れています。はい、中小企業の方の人件費につきても計上が可能でございますので、どれぐらいの時間数この業務に必要なのかというところで人件費を計上していただければと思うところでございます。はい、次に、ご質問のある方いらっしゃいますか。そちらの、ありがとうございます。ちょっと念のために確認させていただきたいと思いまして、何回もご説明いただいている点大変恐縮なんですけども、今回の提案に関しては基本的に、主の代表は中小企業であって、コンサルタントは、代表とはなり、もう不可であるという理解でよろしいでしょうか。であともう一つ、共同企業体を補強の部分に関してなんですけども、共同企業体を結成しない場合、4分の3まで、従業数が認められるということなんですが、
この場合の費用は再委託という形になるんでしょうか、それとも別々 この共同費用代を形成しない会社、まあ、例えば2社、あとしたら2社ごとに外務省様と契約を結ぶ形になるんでしょうか、その点を教えていただければと思います。1点目についてお答えしますけれども、中小企業が主という形になります。2点目のご質問ですが、共同企業体を結成しない場合、本件、特に事業化調査、それから実証事業、こちらについては、中小企業さんとコンサルタントさんのジョイントベンチャーを組んでくださいというところがものの考え方なんで、基本的に共同企業体というところになると思います。ただ一社の中で、中小企業のものの性格とそのコンサルタントとしての業務を兼ねてるような業者がですね、一社で、そのコンサルタントポーションとその中小企業のポーションと両方とも兼ねれますといった場合に、JV ではなしに一社というものの、応募ということが可能になるんじゃないかなというところで考えています。でそれにその共同企業体を結成しないという場合は、コンサルタントさんと中小企業さんが別々に外務省さんと契約するというイメージではなしに、一社の中でコンサルタント業務と中小企業の事業というのを持っておられるような会社の場合というところで理解いただければいいかと思います。今のご質問の趣旨は共同企業体の場合には現地業務に従事するそれぞれの業務従事者の2分の1までの認めに対して、単独の場合の補強金は4分の3まで認めることについてということでしょうか。ちょっと質問趣旨があります。あ、すみません、もう一回お願いします。4分の3というふうにおっしゃったと思ったので、はい、その補強の部分について単独と共同で違うことについてのご指摘でしょうか。そういうことではなかったですか。あ、そういう意味ではなかった。じゃあ、結構です。はい、次どうぞ。コンサルティング会社の IMG 事務所の日渡しと申します。お世話になっております。今日はご説明ありがとうございました。と3点質問させてください。と今の共同企業体でコンサルタントというところとちょっと重なるんですけれども、何かしらの理由でコンサルタント会社が法人として共同企業体に参画するのではなくて補強として入ることはまず可能か妨げられているか、もし可能ではあるとしてもその審査でもし低くなるのであればその考え方はどういうものか教えていただければと思います。これが1点目です。2点目は、補強人材を現地の専門家、大学の現地の大学の先生ですとか NGO の専門家、あるいは現地にいる現地の方、あるいは日本の方、日本人のコンサルタントを入れることは可能か不可能か、それからまた私は JICA 様の BOP の FS でやらせていただいてますけど、そういう方がいればですね、効率的な調査の遂行可能になりますので、体制上望ましい審査の上でも加点されるので無理してることはありませんけど、できるだけ探そうと思っているんですが、その考え方、その現地の補強人材がいれば、それは望ましいというふうに捉えてよろしいかどうか、これが2点目になります。3点目は、案件化調査と休暇事業の区別なんですけれども、基本的な想定は案件化事業に例えば今回、採択されて実施してその辺の地ならしが終われば次回、復旧事業ですとか、あるいは現時点で案件化調査に、該当するようなことを自社でやっていればいきなり復旧事業の領域ということだと思うんですけれども、説明書を読んでますと復旧事業の方には想定される調査として案件化調査のことが全て含まれていますので、例えば何かしらのその現地に知識があるですとか、いろんな骨があっておそらく地ならしから、普及化事業に一気に行けそうな場合にはいきなり普及化事業の方に応募するということでよろしいのでしょうか。また逆にですね、これもインドでやっているということなんですけども、計画した以上に時間がかかることもありますが、計画した以上にキーパーソンにいきなりぶつかる、一気にそのパイロットがやってみるといわれることもありますので、想定として
休暇事業、案件課長さんの方に応募したものの話が進んで、実際には、機器の設置ですとか、パイロット、適用検証までやってしまうということは、実際発生した場合許されるのか、何かそこで、考慮事項があれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。ご質問ありがとうございます。何でしょうか、お答えして、ちょっと私も改めて、ご質問を申し上げたいと思いますけれども、まずコンサルが国境として入ることは可能ではあります。ただ、その場合には、契約者1社ということになりますので、ケースとか、そういった面で不利になるということはあるので、そこはご確認いただければと思います。それから現地のコンサルを入れるということも、これはもちろん可能ですけれども、その場合には当然、日本のコンサルではできなくて、現地のコンサルだからこそできるというところを当然勘案しますので、個別の事案ごとにそこはもちろん審査をしますし、家庭というよりむしろだから、そういう目で必要かどうかという必要性を見るということかと思います。この点は何かでは財団の方に説明いたしますけど。で、3点目ですけれども、安定化事業から入って普及事業という、必ずしもそういうフローで見ているわけでもなくてですね、難易度としては確かにそういうのはあるのかもしれませんけれども、別に普及事業から入れるものに普及事業から入っていただくということで、全く良いと思いますし、逆にその安定化事業から入っていて途中で普及に生まれ変わるということは、これだけ通常難しいので、どちらかでもう入っていただく段階で、ご判断いただくということかと思います。それから参考から。それでは1点だけ、現地でのローカルのコンサルタントさんの部分なんですが、当然判断としてそのもうチームの中の要人として入れていただくというものの考え方は一つあったりするんですが、もう一つはこれ経理処理マニュアルの方に書かせていただいているんですが、現地の要人費で養生するというような形も可能でございますので、要は体制としてどういう形でやるのが一番事業として効率的で効果的なのかというところで考えていただければよろしいかと思います。で、そういうところをプロポーザルで、説明提案いただいたものについて、こちらの方でいろいろ評価させていただくというものの考え方になると思います。じゃあどうぞ。今の、先ほどのご質問のところで、最後に普及事業の関係、案件課長さんの普及事業の関係ですけれども、普及事業の場合は主に技術的な、現地適合性の検証ということを念頭に置いた制度でございますので、そういったものがクリアになった後でまた改めてきちんと調査をしたいというようなケースはあろうかと思います。他方で案件課長さんは先ほども話があったように、それ自体対象となる、機材製品等が比較的規模のものを想定しております関係上、案件化調査をご提案いただいた後に、普及化、普及事業に切り替えたいということが、これは原則あり得ないということです。また、これ制度のルールとしてもです、普及から普及を提案したけれども、実証をやめ、案件化調査に切り替えたい、これも提案した後です、ないというふうにご理解ください。失礼いたします。国際農業者交流協会と申します。この、普及事業、それから普及事業ではないですか、案件課長さん普及事業のほうの、関係なんですが、中小企業の製品としてですね、例えば機材ではなくて資材、投入ですね、農業、それから畜産に対する投入物、こういったものも対象となると考えてよろしいでしょうかということが1点。もう1点でございますけれども、そういったものを普及化事業に、持っていく場合に、現地で、例えば畑ですとか、それから家畜ですね、
に実は使うと使ってその試験実証をすると、その現地の国なり地域に合うかどうかということをですね、試験実証するというようなことが可能であるかどうか、でその場合に例えばその家畜だとかそれから農業作物だとかですね、そういったものを育てる、そういったものに必要な肥料だとか飼料だとかですね、まあ、手間賃までに、ね、あたおかしませんけれども、そういったものもこの資金の支払いの対象になりますかどうか、この2点をお伺いしたいと思います。お答え申し上げます。まず、資材、農業用資材が使えないということですが、これは使えます。製品というところで、ということで、機械設備等に、限定されるというものではございません。また、休暇の場合に、まさに先ほどご紹介申し上げた、パイロットというのは実際に、例えばその肥料を用いたり資材を用いたりして作物を育てるというところまでやっているというようなケースをもし想定しておられるのであれば、そのパイロットを使えご利用いただくということがありますので、考えられます。ただちなみにですね、この肥料、調達肥料は消耗品であるということが前提でございます。財産の取得、繰り返しをする場合は、契約対象外というふうになりますので、ご利用ください。お手を補足させていただきますけれども、ちょっと肥料というのを調べて、ちょっとその具体的に中身に応じて、審査的に判断させていただくことになります。ありがとうございました。それではどうぞ。エントリーナンバー24番。ビューセント ICT の重友です。ちょっと一つ、聞きたいことありまして、今都内の大学と、海外のラオスでしたね、大学を提携して、教育支援という形でちょっと、2、3年前からやってきまして、今日こういう説明会ありまして、来ました。そういう機材ですね、遠隔教育用の機材で導入ということで案件化になれるかどうかという質問です。よろしくお願いします。はい、ご質問ありがとうございます。遠隔教育機材という言い方でよろしかったでしょうか。はい、そういったものも対象としては入ってくると思います。具体的に中身に応じて審査です。はい、ありがとうございます。他にございますか。じゃあ、本の女性の方。経理処理長谷川申し訳ない。経理処理に関して3点質問させてください。生産のタイミングが分かれば教えてください。2点目が、マニュアルの方に、概算払いですとか前払いというものが、基本は、対象外ということなんですが、財務大臣との協議の上検討可能ということについて詳細でお聞かせいただければと思います。で最後に、フライトの件でご説明をいただいたんですが、基本的に正規割引での運賃で概算ということなんですが、格安チケットでの生産、概算可能が以上3点よろしくお願いします。生産のタイミングなんですが、これ事業として今年度の事業ですので、3月31日までにきちっと生産を終わって、支払いをさせていただくというところがものの想定ですので、報告書が3月の1日
までに、でその手前であのドラフトですとか2月というところなんですが、それと同じようにやはり3月の15日までに、生産報告書の確定が必要でございますので、その手前で、いろいろやり取りをさせていただきたいというところです。で2つ目、概算払いなんですが、おっしゃられたようにそのこう外務省さんが財務省に、申請といいますかさせていただきまして、それで承認が下りた場合は概算の支払いができるというところでございます。ですので概算払いが必要だというところは、その旨契約交渉等々、これは契約が終わった後から申請の手続きができるというものの整理になっているはずですので、そのタイミングでご相談をさせていただくという形になります。フライトにつきましては、正規の割引を認めますというような表現にさせていただいておりまして、こう航空券をできるだけそのこう効率的に買うことによっていろいろ別 の, その現地での作業に予算を当てるというところは可能でございます。ご質問のある方を挙手いただいてもよろしいですか。じゃあ今挙手いただいている方のみを、受付、お時間もございますので、受付させていただきます。1,2,3,4,5,6名ということでお願いします。本日ありがとうございます。一つだけ質問させてください。共同企業体の結成なんですが、相手国 の, その現地のですね、コンサル会社とかそういった企業との共同企業体の結成は可能でしょうか。今回の調査については日本法人が対象でございます。共同企業体ということになると現地の企業ということになると思います。じゃあ次に2名、2番目の方。本日ありがとうございました。建物とかですね、いわゆるスマートハウスとかスマートビルとかですね、そういったもの自体を それを一つの製品としてですね、この案件化調査使ってですね、やることが可能かっていうのが一つとですね、その場合に当然持っていくことは難しいと思うので、例えばビデオとかですね、そういうパンフレットみたいな形でですね、何かそういうのを作って、アイリモクセルに、PR する、PR するようになると思うんですけども、その場合に費用というのが出るかどうかっていうのを見てみてください。外務省からご説明させていただいて、スマートグリッドというのは可能性としては解除されないと思います。具体的に、ちょっと中小企業とどういう中小企業さんと組まれるのかというのがあると思いますけれども、それに条件適用するものであればと思います。また持っていくものがですね、ビデオとかパンフレットであるということも解除はされます。そちらの方で4名の方、はい、じゃあ、前の方から、はい。本日はありがとうございました。日本経済研究所の古川と申します。ちょっと細かい点で恐縮なんですが、ほど2点ほど確認させていただきたいと思います。一つはですね、これは普及事業の契約企画書案の中に書かれている3ページにある注釈、米印のところなんですが、推薦状あるいは紹介状についてです。提案する事業について、金融機関等より紹介状あるいは推薦状を得られる場合には添付してくれというふうに書かれておられます。この記載について書いてあるんですけれども、2つです。1つは事業ということですから、その事業がもうすでに実績があってですね、これこれ の現実に、実績ありますとか、こういう効果がありますとかいったようなことをこの推薦状、紹介状で、
示してもらうというのがその趣旨でしょうかという点が一つ目の質問でございます。それから二つ目はこの金融機関等の等には取引先等を含むというふうに考えてよろしいでしょうか。以上が最初の、第一点目の質問です。それから二つ目はこれまた非常に細かい質問なんですけれども、経費支出に関連して例えばこれは案件課で3000万円を上限額にしと書かれていますけれども、これを超える企画は採用できません。ご説明では一部自己負担は一切ダメですというお話でございます。例えばサンプル品を持っていってですね、先方に、サンプル品ですからそれを先方に渡してくるということも考えられると思いますが、これは経費として計上しなければいけないのかどうか、もしそうなった場合にはその消耗品の提供という範疇で解釈してよろしいのか、あるいは財産の提供に当たるからそれは認められないと、したがってサンプル品あるいはどのようなこう見本であろうとも持って帰ってデモをしてもですね、それは再び日本に持ち帰らなければいけないという制約があるのかどうかという点、以上2点よろしくお願いします。まず後者の方からちょっと先にお話しさせていただきます。サンプル品でございますが、これはですね、これは使用等という現場調査の場合には、そういう概念がございますので、先方に渡していただくことは可能でございます。ただしそのサンプル品については、この契約の中で、調達取得をする、いわゆる物品財産に当たるもので、ない、という、ということが前提となります。もし自社のですね、サンプル品についてはですね、提供いただく使用販売販といただくことは可能でございますが、その取得に関する経費、財産取得に当たる場合はその経費を計上することは。ではありません。ただ、そのサンプル品が、消耗品のみで、構成されると判断されるようになりますね。ほとんど原価も例えば非常に安価で消耗品と見なされている場合は、この価値ではないということになります。1点目の推薦上につきましてはこれが情報供給なので私の基本的にですね、これを取る趣旨というのは将来の自動化を念頭に置いて、どれぐらい、各企業さん、事業主さんが、前向きに になっているかというところを、指していくという一つの参考としてでありますので、これを義務付けているのではありませんし、これが、なかったら要件かというものではございません。で、この等がついているところですが、これは、ありがとうございました。くどいようですけれども、先のサンプル品支給品の提供について最後に確認なんですが、消耗品の場合には当然と思います、分かります。ただ例えば器具等でですね、ある程度の金額は商品としても販売しているようなものを一応サンプルとして先方にしばらく使ってもらうのに得ために置いてくるというような場合がやっぱり考えられると思うんですよ。将来の案件化に対してもその方が先方の確証も得られるというメリットも出てくる場合があろうかと思いますが、そういう時にこの先ほどのご説明を厳密に解釈すると、それは一部経費を自己負担したものというふうに見なされて、その経費上ですね、いかに3000万以下にあるとしても認められないというようなことになりうるのかどうかという点でございます。すみません、倉庫があるといけないのでもう一度確認させていただきますけれども、サンプル品を、製造もしくは調達する経費、これはそのサンプル品が、消耗品でない場合においてはその製造調達の経費を本契約の中で計上するということはできません。ただし、自社製品を、向こうに持っていってそれを、使用する、あるいは試すというのを使用、あるいはその販売する、これは可能でございますし、その輸送経費を本契約の中で
提唱いただくことは可能でございます。以上です。ありがとうございました。つまり自社製品の生産コストは認められないということでございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。次に、3名ほど。じゃあ、前の方から。短い1点ほど。製品調達コストは認められないということで、経費支出に関しましてですね、実証とかデモンストレーション等に関わる使用環境とかですね、これに関しては認められると書いてあるんですけども、例えばモニタリングシステムとかですね、あとその実際にその、実証するためのソフトですね、そういうものの経費は認められるのかどうか教えていただければと思います。お答え申し上げます。モニタリングに必要な、経費につきましては、計上可能でございます。ただし、ソフト、の購入、この場合は、金額にもよりますが、財産取得とみなされる可能性もございますので、その場合においては、経費計上不可ということになりますので、ご注意ください。はい、はい、三井総研と申します。ちょっと事務的な形式的なことをいくつかステップバイステップでよろしいでしょうか。業務履行保証書、これは JV 中小企業でよろしいでしょうか。コンサルタントの不要という理解でよろしいでしょうか。はい、これは共同企業体としてというイメージになります。そうです。あ、それぞれいるということですね。共同企業体として、はい、一社お出しいただくと一社でよろしいですね。代表企業として、代表企業です。はい、で誓約書も同じでよろしいですか。はい、どうです、はい、それから経費概算見積書に整理番号というのがありますが、中小企業の方は多分持っていらっしゃらない、これはなしでよろしいですか。空欄ということで結構です。はい、わかりました。それから支出計画総括表、実証パイロット経費がですね、現地とそれから5番というところだと思いますが、2つあります。これの切り分けの考え方ください。すいません、間違っております。ですね、現地業務費の中の D 括弧実証パイロット経費、これを削除しなければなりませんでした。背景はですね、実証パイロット経費として、経費が計上されるのが現地業務費、現地で発生する業務だけかというと多分そうではないだろうということで、そのこう現地業務費の内訳からですね、独立した要は本邦で発生する経費も含めて、実証パイロット経費として計上していただきたいというところでございましたので、D 括弧の部分は消し忘れでございます。はい、申し訳ございません。はい、承知しました。はい、それからですね、人件費単価の話なんですけども、例えば当社の場合には委託業務単価契約の、単価がありますので、そのエビデンスを出せばよろしいでしょうか。結構でございます。エビデンスの中身は精査させていただきます。わかりました。それからどうしても単価が弾き出せない中小企業の場合ですね、健康特急を使うことは可能でしょうか。ですね、今の外務省様の人件費に関わるそのこう経理の処理のマニュアルというところでは、そのこう受託単価を使うか、より大きい一般的な場合は過去 の、 そのこう支払い実績を根拠にその単価をセットしていただくと。で最終的にはそのこう来年の1月ですとか、そこから
12ヶ月遡ってですね、実際1年間その方に支払われてた、もしくはそのこう事業主負担の社会保障費、こういうのも を入れていただいたものを、年間総労働時間で割っていただいた単価を使っていただくというところが原則でございます。ですので、こう実績の方をきちっとこう出していただきたいというところでございます。はい、ありがとうございます。で最後に一つなんですが、大変細かい話で恐縮ですが、企画書の中に署名欄があるんですけども、あれが青字になってたんですが、これは青字じゃなくて黒字で必要だという理解でよろしいでしょうか。そのご理解で結構です。ありがとうございました。本日はありがとうございました。コンサルタント会社のものですけれども、前の方と質問が重複するかと思いますが、人件費に関しまして、その受託規定、受託者が独自に受託規定を有する場合についてなんですけれども、ちょっと勉強で申し訳ないんですが、実際のその具体的な例としてどのようなことが想定されるか教えていただけますでしょうか。私もあまり多くは存じ上げてないんですが、総研系のコンサルタント等などでは、そのこう自らの財務諸表等々 を根拠において、受託をされる際の単価というのをあらかじめ、決められておられることがあるようです。で、要はそういうものが決められている場合には、中身を精査しつつ、その先ほど言いました過去の1年の実績で、単価を決めるということではなしに、その受託単価規定の数字に基づいて、契約それから精算というのをさせていただくというこういうことでございます。そうしますと、例えば調査案件等における格付けによる月額単価という意味とは全く異なるものと理解してよろしいでしょうか。はい、格付けによる月額単価というのは、多分JICA のコンサルタント契約を想定していただいているんだと思うんですが、そうではなしに受託者側で、こう決められている単価、これが正当なものであれば、それを根拠に、契約精算ができるということでございます。わかりました、ありがとうございます。それでは次回になりましたので、ちょっとこちらで質問の方は受付を終了させていただきます。それで、一応取りません。じゃあ、ありがとうございます。説明書の企画書の無効というのがあるんですけれども、例えばその、対象国ですとか、調査対象範囲ですとか、それぞれ異なっていれば、同じその企業体が、複数の案件に応募しても、構わないんでしょうか。その時そのどれぐらい類似してたら無効かっていうところも、もしご判断あれば教えていただきたいと思います。ご質問ありがとうございます。同じ企業が複数出されることは構いませんが、審査の中で体制も出していただきますので、例えば同じ人が重複してやっていないかとかですね、そういった体制面も含めて審査をさせていただいて適切と判断されればという。ありがとうございました。申し訳ございませんでした。それでは、質問は終了させていただきますが、こちらの方、お手元にも配っております Q&A なんですけれども、こちらもすでに JICA のホームページの方にもアップしてございます。そこの共通のところの1ポツにもございますが、これから皆様企画書の方を作成されると思いますけれども、その間、ご質問等出てくるかと思います。ご質問ございましたらこちらにも書かせていただいておりますけれども、メールもしくはファックス、文書でのお問い合わせ
をしていただければと思います。あの電話等では聞き間違い等があっては問題でございますので、必ず書面でお問い合わせください。それで、その受付はですね、皆様企画書作成の都合もございあるかと思いますので、7月の13日の金曜日17時までと の受付とさせていただきます。それで、受付いただきました、質問いただきましたら、翌週の早々には回答すべてまとめて、また在家のホームページの方にアップさせていただきますので、そちらの方を翌週ご確認いただくということになるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それからですね、これから、パートナーシップ形成のための、交流会を予定してございますけれども、こちらちょっと時間は過ぎておりますが、5時からの開始とさせていただきます。で、同時に、個別相談会も準備してございます。で、ご希望の方がちょっとどのぐらいいらっしゃるのかわからないんですが、時間等の関係で、普及事業10組案件側の方が10組の受付とさせていただいて、1組15分のお時間をいただくといった形を想定しております。ご希望の方は後ろに今挙手しております、白いジャケットを着た女性がいるんですけれども、彼女の方に行っていただければと思います。大変申し訳ございませんが、先着順とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日は本当に非常に深い面だったと思いますし、席の方もずっと待ってらっしゃった方もいらっしゃいますが、本当に申し訳ございませんでした。今日はどうもありがとうございました。